1957年の西鉄ライオンズでは、1957年の西鉄ライオンズにおける動向をまとめる。このシーズンの西鉄ライオンズは、三原治監督の7年目のシーズンであり、2年連続3度目のリーグ優勝、2年連続日本一を果たしたシーズンである。1954年の初優勝、1955年は南海とマッチレースの末にいいと、 浮き沈みが激しかったが、前年に、三原監督の悲願だった打倒巨人が、ようやく実現した。三原体制7年目のチームは、毎日、南海と7月まで三つどもへの戦いだったが、両球団に疲れが見え始めると徐々に、ゲーム差を広げていき、最終的に、球団初の連覇を達成。日本シリーズは、 巨人のリベンジが予想されたが、平和大での2試合を1点差で勝利すると、舞台を、高楽園球場に移した第3戦以降も1点差で、勝利。第4戦は、引き分けだったが、続く、第5戦は、中西ふとし、豊田康光、大下広志らが打ちまくって6対5で勝ち、日本シリーズ4連勝、そして2度目の日本一を敵地で達成した。投手陣は2年目の稲尾和久が、 チーム勝ち星の半分を稼ぐ35勝で最多勝ち、そして最優秀防御率、MVP も獲得した。打撃陣は、円熟期の中西が、打点王を獲得し、チームの柱となっていった。ありがとうございます。